こんにちは、クリッカーズッキーです。スバルテクニカインターナショナル株式会社以下 STI 社長の平川義雄氏がプレスカンファレンスにて STI 主催のファンイベントを3月10日に静岡県にある富士スピードウェイにて開催すると発表しました。このイベントは毎年メディア向けに公開されているニュルブルクリンク24時間レース参戦者のシェイクダウンテストの場をファン向けのイベントへと昇華させるそうです。今回はニュルブルクリンク24時間レースのほかスーパー GT の BRZ のテスト走行も同時に行う予定とのこと。ファンにとっては昨年開催された STI サーキットドライブに続く待ち遠しいイベントと言えるでしょう。もちろんテストが開催されるということは今年もスーパー GT やニュルブルクリンク24時間レースに継続参戦ということで、平川社長からも正式に発表がありました。体制については別途お知らせがあるそうです。そして昨年好評だった STI サーキットドライブも全国展開を検討しているそうです。今年はモータースポーツにイベントに STI から目が離せません。